画家、彫刻家、建築家列伝。第2版表紙1568年。画家、彫刻家、建築家列伝は、16世紀のイタリア人画家、建築家のジョルジョバザーリが書いた芸術家の伝記。タイトルは略されて、ビート・ライブズと呼ばれることもある。日本では部分訳が出版されており、美術家列伝、あるいは芸術家列伝と呼ばれることが多い。 芸術文学の古典として、最も有名で、最も研究された本、イタリアルネサンスを語る上で、最も影響力のある書物の一つ、芸術史を最初に構築した文書の一つと言われ、英語、オランダ語、ドイツ語、フランス語、日本語など各国語に全訳、部分に訳されている。バザーリジガゾーバザーリは、最初のイタリア人美術史家として、現在まで研究、 修正が続けられることになる芸術家の伝記の執筆を始めた。初版は1550年にフィレンツェのロレンツォ・トレンティーノによって出版され、メディチ家のトスカーナ大公古児も一斉に検定されている。この書物は芸術家たちの列伝であるだけでなく、芸術創作上の技術手法の価値ある論文でもあった。1568年にはさらに30人を書き足した。 第2版が出版され、この版では収載された芸術家たちの木版肖像画も追加された。吉野アーノ字画像、画家、彫刻家、建築家列伝は、全編フィレンツェ出身の芸術家を賛美する文章で書かれており、彫刻における革新など、ルネサンス芸術の新たな発展はすべて彼らの功績によるものだとしている。その一方で、いくつかのヨーロッパ各地、特に、 ベネツィア出身の芸術家についてはほとんど無視されていた。その後バザーリは第2版出版前にベネツィアを訪れ、第2版にはキツヤーノラ、ベネツィア出身芸術界の記述を増やしている。1899年にジョン・シモンズは不注意にもバザーリは誤った日時、場所を書き、さらには自分の記述が正しいかどうかを検証することを 怠っている箇所があることは明らかだと非難しつつ、これらの欠点はあるにせよ、本書がイタリアルネサンスの基本資料であることは間違いないとしている。バザーリの手による本書は読者を楽しませる噂話や逸話が随所に散りばめられている。彼が書いた芸術家の逸話の多くは最もらしい作り話の可能性はあるが、それでもその芸術家の横顔を生き生きと描き出している。 しかしながら完全に作り話もあり、フィレンツェ出身のゴシック期の巨匠ジョットが若い頃に、自身の師匠で同じくゴシック期の著名な画家、チマブーエの作品にハエを描き、それを本物のハエと勘違いしたチマブーエが追い払おうとしたエピソードなどは、古代ギリシアの画家アペレスの逸話の表説である。シモンズが指摘しているように、バザーリは、 自身の記述に対して正確な日時を検証しておらず、彼と同時代あるいはほぼ同時代の芸術家の記述の多くは信頼できるとしても、現在も様々な最新の資料を用いた研究者によって本書の年代、日付、記述の修正作業が続けられている。本書は今日では古典とみなされているが、それでもこういった修正作業は、 現在も非常に重要な研究であるとみなされている。バザーリは本書の最後に42ページの彼自身や家族などの伝記を付け加えており、祖父で画家だったラザーロ・バザーリや兄弟弟子のフランチェスコ・デロッシのことも記述している。画家、彫刻家、建築家列伝はルネサンス芸術の歴史で最も影響力のある文書。 ルネサンス芸術家の伝記で最も重要な作品と評価されている。こういった影響力は主として次の三分野に及んでいる。本書は芸術家の伝記のきっかけとなり、特に17世紀の電気作家はその国のバザーリーと呼ばれることがあった。1604年に多くのネーデルランド出身画家の伝記である画家列伝を書いた。 オランダのカレル・バン・マンデルはおそらく最初のバザーリ風作家と言われている。また、ドイツのアカデミーを描いた画家、美術史屋のドイツ人、ヨアヒム・フォン・ザンドラルトはドイツのバザーリとして知られている。イングランドで1685年出版のペインティング・イラストレーテッドではその多くをバザーリの本書に追っている。本書はルネサンス様式の発展考察に関する。 最も重要な基礎資料である。フィレンツェ、ローマ出身の芸術家たちの業績がどれほど重要かということと、その他の地域のイタリア出身の芸術家、さらにイタリア人以外の芸術家の果たした役割を目殺するという初期ルネサンス美術師家たちの見解に長きにわたって影響を与えてきた。さらに本書は何、世紀にもわたって、 初期のルネサンス期に活躍したイタリア人画家たちとその作品の特質についての最も重要な情報源でもある。1899年に作家、詩人のジョン・ワディングトン・シモンズは画家、彫刻家、建築家列伝を芸術家たちの記述に対する基本文献の一つとしてイタリアにおけるルネッサンスを表した。今では明らかになっている本書の偏見や 先入観、欠点は存在するが、現在でも、レオナルド・ダ・ヴィンチの電気のように多くの芸術家たちの電気のベースとして使用されている。画家、彫刻家、建築家列伝の内容は3部に分割できる。第1部は、コジモ・デ・メディチェの検事、第2部は、序文、第3部が建築、彫刻、絵画の技術論や、芸術家たちの経歴である。 そして第3部の冒頭文に続いて2章から6章まで芸術家列伝が記述されている。以下は1568年出版の第2版に記述されている芸術家たちのリストである。本書には多くの重要なイタリア人芸術家の伝記が記載されており、時に他の名前で呼ばれることもある彼らの名前に対する古典参照資料としても使用されている。現在では 別名で呼ばれている芸術家がおり、以下のリストでも現在呼ばれることの多い名前に従っているが、日本語版ウィキペディアに項目がある場合はその項目名としている。画家、彫刻家、建築家列でに記載されている正確な名前はイタリア語版、英語版を参照のこと。なお、画像は第二版の規範画である。チマブエジョットオルカーニャ・マサッチオ・ドナテロ・ピエロ・デラ。 フランチェスカ・フィリッポ・リッピ・ベノッツォ・ゴッツリ、サンド・ロボ・ッティ・チェリ・レオナルド・ダ・ヴィンチ・ジョルジョー・ネ・ジュリアーノ・ダ、サンガロ・ラファエロ・サンティ・ロッソ・フィオレンティーノ、ドメニコ・ベッカ・フーミー、ミケーレ・サン・ミケーリ・ソド・マ・ジョルジョ・バザーリ。ありがとうございます。